にちは、シュルルです。今回は第4期第4弾ブースターパックのザ・ロストミレニアムのレリーフ相場情報をお届けいたします。このパックからアニメ GX で登場したカードが収録されています。それでは早速参りましょう。第11位、ヒエラコスフィンクス、1300円。第10位、マスタモンク、1300円。11位と10位は同額ですが、端数調整前の金額がマスターモンクの方が高いため順位を上にしています。第9位、ダイダシンネシェフ、1600円。第8位、メガロックドラゴン、2400円。第7位、天よりの考察、2600円。第6位、アルティメットインセクトレベル7、2800円。第5位、洗脳ブレインコントロール、2900円。第4位、エレメンタルヒーロー、サンダージャイアント、4500円。次からトップ3の発表です。ここから金額が跳ね上がります。第3位、ハネクリボー、13400円。主人公の相棒ですが、一昔前の OCG では終焉のカウントダウンのターン稼ぎでよく見られました。第2位、エレメンタルヒーロー、フレイムイングマン、16400円。10代くんのカードが続きます。こちらはマイフェイバリットカードですね。一見すると炎属性だと勘違いしがちですが、実は風属性なんです。さて、いよいよ第1位の発表です。第1位、トップレア、アンティークギアゴーレム、21100円。パッケージイラストの貫禄は伊達じゃありません。アニメではフレイムウィングマンに遅れを取りましたが、相場ランキングでは見事雪辱を果たしました。余談ですが、クロノス教諭の全デュエルで登場しています。最後に一覧となります。アニメ GX勢が強かったですね。あ、サンダージャイアントさんも私は好きですよ。ここで引くわけには。ということで今回は以上となります。次回からは4期後半に突入です。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。